はい、こんにちは。サングラス1号です。今回は、モンベルさんの2024年春夏の新作、ムプリパックのご紹介です。続々と今回の新作が登場しています。印象としては、自然を彷彿させるアースカラー。非常に多く出てると思います。カーキやタンなど、ウェアはもちろん、ギアのバックパックでも出てきています。今回は、そんなアースカラーのバックパックのご紹介です。こちらがムプリパックです。商品情報は、多彩な機能を備えた小型バックパックです。メインキッスとフロントキッスの2キッス構成で、行動中にアクセスしやすいショルダーポケットやウエストポケットなどを備えています。ですね。素材は、本体100デニールナイロン、ウレタンコーティングになっています。重量は 900g。カラーはワインレッド、ダークグレー、カーキ、ネイビーですね。こちらはカーキ。容量は 30ml。高さが 53cm。幅が 29cm。奥行きが 22cm となっています。背面寸法は 53cm となっていますね。今度はですね、このムプリパックの特徴をご紹介したいと思います。これものすごく多いんですよね。なんで、いろんな機能が詰まった山が楽しくなるバックパックじゃないかなと思います。まず一つ目は、フック付きコードですね。こちらです。はい。ポールを取り付けるためのコードですね。でもまあ、何でも応用はできるかなと思いますね。あとはガベッジバッグとか作るのにもちょうどいいと思いますし、まあ、本当に工夫しながら、楽しみながら使っていくという感じです。次が、こちら、ワンドポケット。ワンドポケットはこのサイドのポケットのことですね。こちらです。これも左右ありますよと。まあ、サイドストラップと併用して、テントのポールやトレッキングポールの収納が可能と。まあ、そうですね。よくまあトレッキングポール入れる場合もありますが、僕はなんかやっぱ飲み物ですね。ちょうど入れやすくなっているので、取り出しやすいですし、バックパックを下ろさなくても取り出せるというところから、水分、入れることもあります。本当にトレイルウォーターパックもあるんですが、ここまでたくさんいらないぞという場合は、500ml のペットボトルとか、まあ、小さめのサーモボトルとか入れて、水分を補給しています。続いては、ヒップベルトポケットですね。こちらです。まあ、これも左右ありますね。用途としてはやっぱり行動食とか小さいもの。僕は特に、熊よけスプレーですね。熊よけスプレーを入れてすぐ取り出して、もしもの時に使うという準備として、まあ持っていてもすぐに取り出せなかったら意味がないと思うので、手元のポケットに入れるようにしています。スッといけるかなっていうことですね。まあでも小さいものを持ってますね。まあ大きい熊よけスプレーとかだったらやっぱこのサイドのワンドポケットとかに入れると、取り出しやすいかなっていうのはあります。はい。あとはまあ、ここ、逆側には例えばサングラスとか入れて、すぐにかけれるようにしてるという感じですね。まあでも、いろんな用途、使い方があると思います。あとはこのショルダーポケットですね。こちらです。うん。これも左右ありますね。で中見てみるとやっぱり深いんですよ。非常に深いです。僕が入れるとしたら、携帯ですね、スマホを入れてます。すぐに取り出せますし、すぐに写真も撮れたりしますし。で、ここの大きいですね、ポケットにはスマホなんですけど、もう一個ポケットあるんですね。ここにもなんか細いものだったり、まあ地図だったりですかね。紙地図やらコンパスやらって感じですかね。本当に様々、もう十人十色というか、このバックパックを使う人ならではの使い方はそれぞれできるかなっていう。印象は強いですね。で、しかもループがあります。はい。ループもありますし、ここの輪っかもあるんですね。カラビナつけて、まあ、車の鍵だったり、その人その人の使い方っていうのは、色濃く出るバックパックじゃないかなっていう、こういう細部に感じますね。まあ、担ぐ人によって、バックパックを使う人によって、本当使い方も違うんで、本当にポケットだけでも、感じるのはやっぱ深いバックパックだなと思います。濃いです、このムプリパック。本当に濃いと思います。
で、逆もそうなんですね。逆も、同じように大きいポケットがあって、もう一枚薄手というかね、ちょっと小さめのポケットがあって、で、ループ。で、輪っか付き。ですね。例えば、こっちにはスマホを入れて、で、こっちには貴重品とか、鍵とか財布とか。まあ、財布の大きさは限られますが、視野の範囲のポケットに貴重品入れると、まあ、安心かなと思います。続いては、ウエストベルト収納ポケットですね。まあ、このウエストベルトが収納できるポケットがあります。それが、こちら。外して、ここの間ですね。ここにウエストベルトを収納できます。なので、今日は使わないなと思ったら、こうやってですね、スッと。で、こちらも、スッとですね。はい。収納することが可能です。まあ、そんなに重くない。バックパックに、まあ、容量30リットルですけど、まあ、10リットルとか、半分の15リットルぐらいしか入れてないなって場合は、結構入れてもいいかなと思いますね。この上、でも、ウエストベルトがあることによって、結構軽減、重さが軽減したりすると思うんで、基本的には使いたいなっていうのがありますけど、まあ、煩わしいときですね。ウエストポケット煩わしいなって場合は、この中に入れて参考に行くという形ですね。チェストサポート。ね、こちらです。このベルトがそうですね。もちろん外して、こう、外さないで。で、つけると。つけて、この肩幅の調整ができる。あとは、トレールウォーターパックのホースを収納するパーツもあります。はい。あとは、メットホルダー用のループってのがあるんですね。それがこちらのフロント部分の、このサイドの輪っかです。このループですね。このループ。で、こちらにもあります。で、逆にもありますね。はい。で、この4つを押さえて、引っ掛けて、ネットをグッと乗せると。取り付けるという感じですね。それで持ち運びができます。なんせループが多いです。ここにもあります。このサイド。まあ、店頭で、店員さんにも聞いたところ、まあ、本当に使い方自由で。どんなにも使ってくださいって感じだったんですね。使い道として思うのは、やっぱり、カラビナをつけて、まあ、マグカップだったり、まあ、チタン製の軽いやつとか、つけたり、あとは、まあ、熊よけのベルですね。まあ、結構こういう、振動っていうんですかね、バックパックが揺れる部分につけると結構鳴りがいいんで、結構いいポイントのベルのつけるループかなと思います。ヘルメットを使わないときは、ここでも、ベルがいいかなと思うんですけど、こうやってですね、粋な計らいと言いますか、なんか、何に使おうっていうような、自分はどうやって使おうかなっていうワクワクが感じられるバックパックかなと思います。あとはポールループですね。これは、もうサイドですね。左側、こっち側にだけついてるポールループがあります。この二つですね。こことですね。こことここです。要は2本グッと刺して、今ちょっと手元にあるので、こういうポールですね。ポールを、ちょっと参考中に、あ、もうちょっと使わないぞって場合は、開いてあげてですね、差し込みます。差し込んで、グッと。こっちもギュッと。してあげれば、こんな風な感じで、もうわざわざバックパックを下ろして、取り付けなくても、まるでこう、侍の刀のように、自分の脇に収納できると。めちゃめちゃ便利だ。これ僕結構好きなんですよね、この機能。すぐに取り出せて、すぐにしまえるっていう。この機能いいですね。めちゃめちゃ好きです、これ。今回の新作でバックパック出たんですけど、やっぱヌブリバッグを選んだっていうのは、この機能があるっていうのも、僕の中では大きかったですね。外すときもこのワンタッチですね。まあ、ほぼ片手でできたりするんで、めちゃめちゃ便利です。はい。あとはバックパックのカバー付きと。それはどちらにあるかというと、このお尻の部分ですね。ここの部分です。ここに、
そうですね、チャックがあるんですね。開きますと、こう防水、雨の時のための防水カバーがついてます。こうベルトあるんですよね。これが注目で、実はこれ、このレインカバー自体外せます。こんな感じですね。外して、まあ、例えば、めちゃめちゃ晴れてる日で、絶対にこのレインカバー使わないぞっていう日は、少しでも軽量化するために取り外して、自宅に置いていけると。で、軽量化、本当にちょっとですが、軽量ができるんで、それはいいっすよね。これも本当わずかに 50g 程度ですよね、これは。ちょっと測ってみたいと思いますが、もうわずかですけど、これさえも置いていって軽量化して、歩きやすい参考にするっていうのは非常に、まあ、ウルトラライトな発想ですよね。こんな風にレインカバーをつけて、突然の雨でも対応ができます。まあ、荷物を下ろさずに行動しながら水分補給ができるチューブで給水するソフトタイプのボトルですね。これがトレイルウォーターパックです。で、これも装着可能ということですね。30リットルのバックパックだと、まあ、どのトレイルウォーターパックでも対応できるかなと思います。これは2リットルと3リットル装着してみました。まあ、しっかり取り付けられますね。はい、特徴めちゃめちゃ多いですよね。このバックパックで楽しみながら参考も華やかにしてくれるようなギアをですね、いろいろ詰め込めていけるかな、詰め込んでいけるかなと思いますね。まあ、ちょっと中のポケットを見てみたいと思いますが、中はまあこんな感じ。フロント部分は一つお部屋があります。ここが一つ。で、商品情報の通り二部屋あります。はい。ここですね。ここと、こことありますね。ここがまず一部屋目ですね。で、前に取り出しやすい、まあメッシュポケットもあります。はい。まあすぐに取り出すようなものが、ここに入れとけば結構便利ですね。はい、ティッシュとか、うん、まあ、コード色もいいですね。はい。これがまず一つが、はい。ここの二つ目のこの部屋がでかいですね。ここにまあ、クッカーだったり、まあ、着替えとか、そうですね。まあ、いろんなもの入れられますね。で、ここにもメッシュポケットがあるんで、ここも取り出しやすくなってます。はい、結構広いですね、やっぱ。うん。収納がたくさんあります。まあ、こんな感じで、2部屋あるってことは、まあ、入れる際に、収納する際に、こっちの部屋はこのジャンルとか、こっちの部屋はこのジャンルとか、いろいろ分けて入れられるんで、全部取り出して一番下のを取るっていうのは少なくなるかなと思います。そういう意味でも、やっぱり効率的に収納できるんで、それもこのバックパックの魅力の一つかなと思いますね。はい、続いては注目ポイントをお伝えしたいと思います。一つ目。容量が大きくてシンプルなデザインであることですね。やっぱり30リットルもあるんで、いろんなものが入れられますよね。まあ、それを入れたもので、やっぱ山を楽しむと。参考を楽しむことができると。まあ、例えば山ご飯だったり、クッカーですよね。しっかり入れて、山の醍醐味である。ご飯も楽しめると。あとはまあ、これだけ容量もあるんで、着替えとか、ウェアとかも入れられると。で、もしもの時の準備も万端にしっかりできるバックパックかなと思います。メインの部分ですね。メインの部分にはクッカーとか結構かさばるものを入れて、フロントのポケットの部分には、まあ、着替えだったり、まあ、アウターとか、ウィンドシェルとか、保温着だったり、もうしっかり準備して山を楽しめるバックパックかなと思います。で、その上、こういうフックとかですね。いろいろ細かくついてるんで、本当に担ぐ人がオリジナルでいろんなものを工夫しながら、楽しみながら、なんかこうアレンジできると思いますかね。そんな味わい深い、深みのあるバックパックかなと思います。それが本当に気に入って購入してます。なので今回ぜひご紹介したいなということですね。あとはこのカラー展開。実際はワインレッド、ダークグレー、カーキ、ネイビーの4種類なんですけど、もう絶対カーキ買うって決めて、もう狙い撃ちで買いました。このアースカラーが本当素晴らしい色だなと思います。もう大好きなんだ、この色は。まあだから2024年、まあ今後ですよね。
これからの参考はこのアースカラー、このカーキのアースカラーを軸にウェアの方も決めていきたいなと思いながら、ギアの中の主役級のバックパック、もう絶対アースカラー、この色がいいことで、もうご紹介に至ってると。あとやっぱこのたくさんの特徴ですね。こうサイドのオールループだったり、こうショルダーポケットだったり、こちらのウエストポケットだったりですね。本当にこのいろんな楽しみ方があると。このポケットの多さもやっぱり魅力ですよね。ループも多いですし、使い方も無限大といいますか。この深みのあるですね、バックパックを楽しみながら、魚にしながらですね、山というアルコールを味わうという、もう本当にそれぐらいディープなんですね、バックパックだと思います。どのパーツ見てもやっぱ嬉しくなっちゃうんですよ。このシンプルさもいいですし、色もいいっすね。本当にいいっす。めちゃめちゃいいっすね。で、この数々のこのたくさんの特徴が、より深みを引き立ててくれてます。このバックパックの総評は、まあ、スピードハイクよりも、じっくりですね、山を満喫して、いざという時の準備もしっかりするためのバックパックかなと思います。なのでやっぱり一日かけてじっくり山を味わいたいなっていう方は非常に相性がいいバックパックだと思います。やっぱりスピードハイクってなるとバーサライトパックとか本当に軽量なものがいいかなと思うんですけど、まあちょっと 900g と、まあまあ重いんですよね。まあただしっかりやっぱり入ると。その分しっかり入るところなんで、やっぱり本当にこれの髄まで、今日は山でっていう感じの方が一番ぴったりかなと思いますね。なんせ容量が大きくてシンプルなデザイン。で、カラー展開が、このアースカラーが素晴らしい。機能もたくさんあるんで、おしゃれカラーで、今年の夏、いかがでしょうか。このように、モンベルンさんの登山道具や普段使いをご紹介してますので、他の動画でも、ぜひお会いしましょう。それでは、バイバイ。